元衆議院議員の杉村太蔵氏が16日放送の今田耕司のネタバレ MTG 日本テレビ系に出演し、芸能リポーターの長谷川雅子氏に同情した。それに対して長谷川氏は違いますよと否定し、一般の人たちもなんとなくジャニーさんにそういう性癖があるのを知ってたという言い方をしますよね。性加害を報じた週刊文春と裁判になったが、はっきり裁判になってるのになんとなくふわっとなったから、結局噂レベルやったんかなって自分の中で片付けてしまいました。杉村氏は知ってたにもかかわらずなぜこれを追及しなかったのかという話あるじゃない。だけど僕はそうは思わない。だけどそういう噂は知ってました。みんな同じレベルの噂しか本当に知らなくて、と改めて知らなかったことを強調した。